さんこんにちは、三原石田です。稲荷です。1ペリアへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、本日は2022年7月15日公開、キングダム2遥かなる大地へ、その映画の公開記念と題しまして、キングダムの登場人物等々にスポットを当てた、コーナーを展開してまいりたいと思います。こちらへ楽しみにお待ちください。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、1ペリアでは歴史にまつわるいろんな出来事を皆さんと楽しくシェアできればいいなと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、そして通知ボタンの方をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、キングダム2、はい、始まります。映画でございます。いよいよですね、前作がね、キングダムでだいぶ50何億の興行収入を上げた大作でございました。そんなにも。確かは、はい、はいはい、いや面白かったですよね。ね、面白かった、はいはいはい、で皆様、お先に言っておきます、キングダムに関しまして、イスペリア、2021年に8回か9回ぐらいやってるよ、特集組んでおります。あの時代はどんな感じだったのかみたいなね。そう、秦っていう国はどうだったのか、あと、敵国がね、いろいろあるんですけど、そういう国は、どういう歴史があったのか、そういったものをがっつりやっておりますので、まず、そっち見てください。あれ結構自信作だったんですよ。僕がね、中国史が専攻だったもので、そうなんですよ。そう、あの、勉強してたのが中国史だったんで、すごい熱を入れて、今見ても結構やっぱ面白くできてたんですけど、頑張ったなーって、ね。これら、これらすごく面白くしてたんですけど、ぜひ、この映画公開に合わせまして、まずこちらをご覧ください。はい、その上で、本日から公開していく動画では、登場人物の何人かのご紹介と、あと、映画とかでも登場するような、歴史上の用語と、映画でも使ってるその用語の解説とかができたらいいなとちょっと思っております。早く。ご紹介したい人物としては、李信、主人公の信ですね。はい、信。それから、羌海、呂不韋、昌平君、昌文君と、このあたりちょっとご紹介しようかなと思ってはいるんですけれども、本日はまず、このうちの、李信。李信。そして、羌海。おぉ。このお二人についての、ご紹介をしていきたいなとちょっと思っております。はい、お願いします。李信と、羌海、うん、このお二人の話をしていきたいんですが、ほう、それよりもまず最初に映画の、うん、まあ、概要といいますか、はい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 、ざっとしたところを言うと、ほう、まず前作の第一作目の映画、こちらは原作でいうところの5巻まで、1巻から5巻までを映画化したもの、そしてこのキングダム2は原作の7巻まで映画化したもの、はいはいはい、そして、2022年の7月現在、はい、キングダム自身は65巻まで出てます。やべえな、全然序盤も序盤じゃん。そうなんです。全然序盤も序盤。やばいね。うんうん、うん。そう。まずじゃあこの李信、正直なことを言いますと、李信、そして羌海、うん、というか、この時代の人たち全般的に資料がものすごい少ないです。羌海なんて3行ぐらいじゃないですか。ああ、でも実際には文献には残ってるわ、残ってる。そうです。残ってる名前ではあります。ああ、そうなんだね。はい。キングダムの特徴として、実際に名前が残っている人、うん、原先生が創作した人、あと、実際に名前が残ってるっちゃ残ってるけど、そういう感じで使うんだっていう感じの人。ああ、王毅とか？ああ、王毅もそうですね。はい。一行の人ですよ。そう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 。なんかそのあたりの混ざり具合が結構いいバランスなんですよ。うん、あ、そうなんだね。そう、本当に詳しい人じゃないと、うん、この人って実在するんだろうなとか、うんうん、まあ、これは実在しないだろうなみたいのが結構わかんない。うん、あ、わかんない。いい塩梅に入ってる、ね。いい塩梅に入ってる。そう、あの地名もそうです。あ、なんか柴さんみたいだね。まあ、柴さん。比べたら怒られちゃうのかもしれないけど。いや、どうかな。芝さんの方が、さすがにフィクション要素が少ないと思いたいけど、うんうんうん、でも、まあ、同じようなものだと思った方が、でもそれぐらい安全かもね。うん、溶け込んでるんだね。あ、そう、溶け込んでるんだっていうイメージで読んだ方が、うん、いいかもしれません。はい。そう。で、この李信、もともと前半戦とかが分からないんですよ。うん、ああ、そうみたいな、ね。そう、最初に出てきた段階で、うん、若い、勇猛な将軍みたいな書かれ方をしてるので、うん、ある程度地位を得た状態で歴史書には本当は登場します。はいはいはい。なので、キングダムではそこに至るまでの過程をすごく丁寧に描いている。うん、そうですよね、はい。特に映画なんかはそうですよね。うん、というところがまず押さえていただきたい。はい。そして李信を語る上で外せないのが、うん、彼はこの戦国時代が終わっていく過程で4つの国の滅亡に関わっていきます。ただ李信が滅亡させたわけじゃないこともある。ああ、なるほどね、うん、ここが面白いところですよ。いや、原先生が、
なるほど、そこを主人公に選んだんだっていうのは、あの、連載開始当初からすごいいいなって思ったポイントではある。原先生が、この古代史を扱っている段階で、うん、読み切りをまず書いてるんですよ。キングダムの前に。で、リボックっていう登場人物がいるんですけど、その人が主役の読み切り書いていたり、翔平くん、それからモーブっていう人がいるんですけど、その二人が主人公の短編を書いていらっしゃったりとか、そもそもその段階で、ここピックアップすんだ、すげえ面白いな、みたいな。だってそもそもあれだもんね、春秋戦国時代をやるなんて、みたいな感じなんですよね。そうなんだよね。まあそうなんですよ。そもそもがね、ところがですよ、あの、僕が大好きなその宮城谷正光先生って、小説家の方がいらっしゃって、彼は、まあ、宮城谷サーガって僕は呼んでますけど、たくさん扱っていらっしゃいます。あるいは、蒼天航路っていう漫画を三国志の書いていらっしゃったキングゴート先生が、達人伝っていう漫画をもう今も連載している、結構長寿漫画になりましたけど、ここで、ちょうどこのキングダムに差し掛かる直前ぐらいの時代を、漫画化されて。ああ、なるほど。時系列としてはキングダムちょっと前みたいな。前から始まって今重なり出してるから。そうなんだね。うん。まあ、今手に取るものが全くないわけではない。いろんなジャンルで見ていただけると面白いかなとは思います。なるほど。はい。この李信、うん、4つの国の滅亡に関わるという話をちょっとしましたが、はい。関わる国は、趙、燕、斉、そして蘇。はあ。これの、まあ、その滅亡の過程、に深く関わっていきます。どういう順番で関わっていくかは原作を楽しみにしていただきたい。もしくは、本当のね、歴史書の方を遊んでこう読んでいただければいいなと思っておりますので、うん、ぜひ。そして、過去に動画で各国の歴史を話しておりますので、そうだよね。そこを紐解いていただくと、もしかしたらこれ関わってるのかなと。滅びるまでをね。滅びるまでね。そう。ここに李信がいるかもしれないっていう目線で見ていただけるとちょっと楽しい。あと土地感もつかめるかもしれませんね。そうそう、大事大事。そして、李信。これは、山崎賢人さんがね、はいはい、演じていらっしゃいますけれども、清野菜名さんが演じていらっしゃいます、はい、このキングダムの2から登場になります、うん、教会。教会。はい。この人、すごく難しい字じゃないですか。うん、難しいよ。そう。だから、まあ、もしかしたらフィクション、その原先生の創作の人物なのかなと思ってらっしゃる方が、いるかもしれないんですが、うん、この名前の人物は本当に歴史書に出てきます。出てくるんだ。そう。しかも結構いろんなところで活躍する。あ、実際に刀振り回したりとかする人なんですかね。この武器問題は、実はちょっと第3回目の時に取り上げようと思ってはいたんですけど、はいはい。刀はね、難しいところです。まずこの図で、あぶみがないんですよ。あぶみとは？あぶみとは、馬をこうまたがった時に、うん、足がこうなった、これを入れる。ああ。これ？はいはいはい。わかるわ。わかるわかる。あれがあると、踏ん張れるわけ。ああ。だからこうやって乗ってて、はいはいはい、グッて踏んで、いやーってやれるんです。はいはいはい。ところが、あれないから、この太ももの内転筋でギュッて馬の腹を締めた状態だけで、はい。いやーってなきゃいけないわけ。すごいよね。うん、筋力がすごいことになるじゃん。うん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 。だから実際、まあそもそもやっぱ一騎打ちとかってなかなか難しいのと、まあ騎馬の場合は振り回すというよりはついて、その馬の突進力とかを利用したんじゃないかなとか、あるいはこう刈り取るのも、なかなか難しいところがいろいろあるよなとは思っており。だから刀を本当に使って、まああの場合剣ですけどね、使ってたかどうかはまだちょっとわからない。ただですよ、うん、ここはこれわかんないですよ、原先生が何をどうしようかのか全然わかんないですよここからは三原の推測です。推測だよ、はい、まず教会、この教の字、うん、これ羊に人って書いてるんですけど、ああ確かに漢字のね内容を見ると、うんうんうん、要するに羊とかを飼ってる遊牧民族とかの部族名で教っていうのがあるんですね。この教っていう民族はどこにいるかっていうと、うん、秦っていう国の西側に、まあこの後のその時代、うんうん、教っていうその部族が出てきたりとかするんです、うんうん、あるいはまあ中国のいろんなところにその羊飼いたちの部族とかその教っていう名字でいろいろ暮らしたりとかする、はいはい、うん、有名なところだと太公望っていう方が大昔にね、いました、あの方針演技でも活躍してましたけれども、はいはいはい、太公望さんは教師がっていう別名がありまして、この教師がの教の字は羊に女って書くんですね。そうなんだ。そうなんです。でこの羊に女って書く教と羊に人って書くこの教、うん、この二字ってまあ互換性があるというとちょっと言い過ぎなんだけど、うん、似た字なんですよ、うんうんうん、なんで似たもの同じ部族って捉えてもいいんじゃないかっていう説があって、へー、でこの教会に関しては、うん、秦の国の西側の部族の人の代表だったんじゃないかなみたいな風に考えた時期がありました。しかも超大物、そう思ってたら、うん、そういう設定の楊端和が出てきて、うんうん、ね、前回の映画では長澤まさみさんが演じてらっしゃいましたけど、うん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 、あ、なるほど、こっちで使うんだその設定と思ってたら、教会はいわゆる身分ですよね、うん、神下ろしのための儀式をこうリズムと
踊りというかダンスで使って、うん、刀を使って戦うキャラクターになっていて、うんうん、この呪術的な要素っていうのは古代中国によってものすごい大事だった。なんならその相手が歩いたところは歩かないようにするみたいなことが、うん、このキングダムのちょっと前の時代まではやってたんですよ。軍隊の3分の1が全員そのまじない師だったりだとか3分の1もすごいねみたいな時代があった。ほうほうほう。でそれぐらい重要な呪術要素をこのキングダムって作品館の中に落とし込み、うん、で、かつ、剣舞っていうものは現代もね、残ってますけれども、これも実際に、例えばこの後の項羽と劉邦の時代とかに、うん、剣舞を装って相手を暗殺しようとしてるエピソードとかがあるんですよ。ああ、なるほどね。はい。だからこう、実際の刀の使うものとこの舞踊とに親和性があるというか、うん、ちゃんと融合してもそんなに違和感がない。なんかそういうね、いろんなその中国の面白い要素をちゃんと融合させて羌カイっていうキャラクターにしてる感じがして、うん、すっごい面白い。結論？そう。あと、なんなら、羌族、うん、その羌っていう族、はいはい、これが実際に羌カイの族とは関係ある方が、まあ、置いといて、して、うん、羌族の初代の人の名前が、無欲炎剣っていう名前なんです。まあ、なんかちょっと、無理やりの名前で、うん、こっちが、その中国サイドが無理やりつけたのか、うん、向こうの名前を音で当てはめたのかわかんないんですけど、はいはいはい、ここに、この剣っていう字が入ってるんですよね。だそこからこう、羌族で無欲炎剣がいるから、じゃあ、羌カイには刀つかせようってなったのかなとか、ね、こうね、もうすぐバンどんどん膨らんでくるんですよ。楽しみの一つだね。そうなんですよ。で、このね、映画では羌カイが大活躍していくと思いますので、ここはちょっと楽しみなポイントだなと思っております。はい。はい。というわけで、本日は、李信と羌カイについてのご説明といいますか、うん、三原の気持ちを表明させていただきます。なんちゅう動画だ。次回は、呂不韋、昌平君、昌文君、この3人の紹介をしていきたいと思いますので、そちらも楽しみにお待ちください。はい。はい、それでは、次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。